皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちらですね、ビーレジェンドホットプロテインコーンポタージュ風味、こちらのねレビューを行っていきたいと思います。ビーレジェンドの中ではね、大人気の商品なんですけれども、冬限定でね、販売しているホットプロテインになります。もう毎年ね、数量限定でね、販売されるんですけれども、すごい勢いで、ね、売れてしまう大人気商品です。まあ、より細かくね、伝えれるようにレビューしていきたいと思います。お湯がね、大体、まあ、200ml から 300ml 入れるんですけど、濃いめに飲みたいんで、200ml でやりたいと思います。パウダーはね、こんな感じのね、黄色がかった色ですね。コーンポタージュスープのね、袋。開けた時とね、もう全く同じ匂いですね。非常にあのコーンのね、いい香りが漂います。付属しているこの白スプーンですりきり約4杯入れていきます。お湯に入れただけでいい香りがしてきましたね。このホットプロテインはもうこういったね、スプーンでかき混ぜるだけで溶けますんで、優しくかき混ぜてあげてください。で、シェイカーでね、お湯を入れてシェイクしてしまうと、膨張してね、爆発してしまう恐れがありますんで、マグカップに入れてね、かき混ぜてあげるだけで、綺麗に溶けますんで、こういったね、作り方をしてください。はい、スプーンでかき混ぜたらね、こんな感じで綺麗にも溶けましたね。いただきます。うまい！いつも甘いプロテイン飲むんですけど、やっぱりこういったね、変わり種、ね、取れるとね、非常にね、もう心が温かい気持ちになりますね。朝とか、どうしても冷たいものじゃね、嫌っていう時がやっぱあるんですよね。まあ、そういった時にもね、温かいスープと一緒にね、取れれば、本当にね、もう最高ですね。カリカリにね、焼いたトーストとね、一緒にね、食べると本当に美味しいんですよね。普通のね、コーンポタージュとも変わらない美味しさにね、なってますんで、ぜひね、パンと一緒にコーンポタージュプロテインつけてね、食べていただければ本当に絶品なんでね、一度お試しいただければと思います。気になる栄養成分表示なんですけれども、1食あたりエネルギー 156kcal、タンパク質が 22.2g、脂質が 2.5g、炭水化物が 11.1g、食塩相当量が 2.0g となります。気になる発売日なんですけれども、2月10日水曜日お昼12時からとなります。販売価格は2680円です。今回ね、限定数なんですけれども、1500袋とちょっとね、少ない数しかね、ご用意できませんでした。まあ、毎年ね、こう販売されてね、早い段階でね、売り切れてしまう商品になります。今回もね、こう争奪戦になることがね、予想されますんで、ぜひね、販売時間と同時にお買い求めいただければと思います。ぜひ概要欄の方から商品ページお気に入り登録してね、販売時間をお待ちいただければと思います。まだまだね、こう寒い日がね、続くと思うんでね、朝起きた時とかね、あったかいプロテイン飲んでね、一日のね、元気のね、糧としてね、使っていただけてもいいですし、お腹が空いたね、間食のタイミングなんかでもね、非常にね、使いやすいプロテインかと思いますんでね、手に入れてね、お試しいただければと思います。また次の動画でね、お会いいたしましょう。さよなら。